ここにマイクあるとあんまり知りませんでした。ここにマイクあるとは知らないと、なんか実況できるような気がするな。次は池袋です。最終です。この電車には優先席があります。あそこのビッグカメラ。ビッグカメラ。なんか新しい瑞穂のビルが建ってますね。岡田屋手芸がある。イーストミニカキシ山田ディッチドンキホーテがあります。カラオケがあとマクドナルドがあります。一応スケットボードなし。おっとワシントンホテルからかな。とでかいのが出てますね。歌舞伎町に出てます。マイン生態学、専修大学、拓殖大学、エンタメ業界が宿泊なんだ、オープンキャンパス、おいでよ、食料学、食料倉庫っていうのがうちのマンションの元あったんですけどね。今日のあれが良かった、今日の隣の人の就職活動の話が面白かったですね。なんかどこくらい学か知らないですけど、なんか就職先生異常な紹介でしましたね。浦井雄二さん、坂上忍さんの昔の就職活動、あ、的場浩司さんありましたね。早稲田、あ、なんか早稲田ゼミナールとかぶるんですよね。あれ、あ、早稲田、あの就職先生異常な人予備校部議が被るんですよね。小田裕二さんです。僕は早稲田ゼミナールね、ちょうどあの時行ってました。あの予備校部議と早稲田ゼミナールでちょうど取ってたんですよ。僕が上京したのが、まあ、20年前の15歳ぐらいの時、15歳の春の春季講習に僕はもう近くの早稲田ゼミナールで早速行きましたから。グリテン先生っていうのがいまして、古文の勉強してる。ここですよ、高田のとこ。あの後ぐらいにちょうど予備校部議っていうのが始まってですね、小田裕二さんと、なんとか、あの人が、的場浩司さんがいましたっけね。いましたっけね。予備校部議と就職先生異常なしが被るんですよね。またかよ。それで、まあ、当時僕、早稲田ゼミナールちょうど行ってましたから、思い出しますね。なんで早稲田ゼミナールかって、近いから早稲田ゼミナール。なんか早稲田行きたかったんですかね、僕。わかりません。早稲田予備校にも行きましたし、で、武田鉄矢さんとかよく受験前に、受験生は今頃何をしてるんですかね。2月に入ったら受験シーズンですね。そういう早いとこから受験が終わるってさっぱり考えてないですかね、受験生のこと。まあ、受験生も頑張ってください。僕はそんそのぐらいしか分かんないわけです。テレビありがとうございます。この電車は川越行きの最終です。次は板橋に止まります。川越行きの最初だそうです。指定車川越行き発車いたします。本日に55分川越まで行く最後の電車です。この状況で待てませんね。はい、最終列車発車いたします。今度は見せてください。Thank you.
今日はやったのの半分ぐらい出しましたね。まあ大事だから出さない、大事だから出さないといけないって。